諸侯の小口武豊でございます。市長選挙も残りあと2日間でございます。ありがとうございます。向こう4年間の名護市政を誰に託すのか、大変重要な選挙であり、この2期8年間の我々の名護市市民の生活は良くなったのか、市民の暮らしは向上したのか、名護の経済は活性化したのか、答えは全てノーであります。今沖縄県空前の好景気であります。那覇をはじめ富城糸満、そして浦添沖縄市と全ての自治体大変元気であり、ありがとうございます。観光客も旺盛で、ありがとうございます。町は活気にあふれているんです。地域の経済を一番示しているのが、その地域の中心になる通り街なんです。元気のある自治体はその通り街においてとても、ありがとうございます、人通りが多く、そして若者が多く、観光客が多く集い、それぞれの施設あるいは商業施設も活気があふれているんです。このような状況を我々名護だけが受けていない。この沖縄県全体の好景気を名護市民は享受していない。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。こういう状況をまたあと4年も続けていくのかということが、ありがとうございます、問われている大事な選挙なんです。市長にマイクを向けると、常に東京の不平不満を言う、国の不平不満を言う、そういう状況を毎日見せられて、市民の間には閉塞感が広がってるんです。ありがとうございます。この先この名護はどうやっていくのか、不安を抱いている市民がとても多い。こういう状況では市民のリーダーになる資格はないんです。国とある一定の距離を持ちながら、そして協議をするところはしっかり協議をする、予算を要求するに、予算を要求するにあたり、直接名護市の市長が東京に出向いていく、こういった基本的なことをやっていかなければ予算は獲得できないんです。何もしないで上から降りてくる予算だけを待っていて、そして当たり前の行政サービスもできなくて、でお金が貯まった予算が増えた、預金が増えたと、こういった行政運営というのは私から言わせれば失格なんです。もっともっと市民のために多くの予算を獲得し、市民生活のに当てていく、市民サービスに当てていく、支援の、ありがとうございます、充実した設備を整えていく、そして何よりも子育て支援にもっともっと財源を当てていく、ありがとうございます。このような姿勢で望まない限り名護市の発展はないんです。戸口建てを、まず先頭になって、この財源を確保し、そしてその財源を、まずは子育て政策に当てていくんです。子どもの保育料の、ありがとうございます、無料化。今、国は3歳から5歳児までの幼児教育の無償化を、2020年度から進める取り組みをしております。そういう中において名護市で先んじて3歳から5歳児の幼児教育も含め、0歳から2歳児の
保育料についても突っ込んで無償化にしていくんです。無料にしていくんです。そしてそれを負担する親御さんの経済的負担を軽減していく、緩和していく。ありがとうございます。このような措置を取る、それに財源を当てていく。さらには学校の給食費、今学校の給食費も月々3600円の小学生、4200円の中学生、それぞれ負担をしております。その給食費用もこれもしっかり手当てをし、親御さんの負担を全くなくす給食費の完全無償化です。今全国80余りの自治体でこの完全無償化が行われているんです。沖縄県でも嘉手納町がやってる。嘉手納町ができてなんで名護市はできないのか。名護市もできるんです。この給食費の無償化に年間3億あればできるんです。3億。議会の一般質問で預金がいっぱいあると市長はおっしゃってる。なら給食費を無償化にしてくれと言うと、いや、この預金はいざという時のために使う。ありがとうございます。オラであって置いておかなければならないとかなんとか言いながら、すべてそれはできない、できないの恩服。ありがとうございます。これは名護市のリーダーがやる気があればできるんです。やればできるんです。だから戸口武豊は給食費の無償化をはじめ子どもに対する手厚い政策をやっていくんです。生活支援をやっていくんです。ありがとうございます。この名護市が日本一子育てのしやすい環境をしっかりと作っていこうというのが戸口武豊のビジョンなんです。さらには高齢者に対するサービス、これまで名護市において地域密着型介護施設があちらこちらに建設をされております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。地域のお年寄りは地域で暮らしていく、そういうコンセプトのもとに地域密着型介護施設あるいはグループホーム等がございます。しかしこの民間のグループホーム、入居費が10万から12万月々施設利用料としてかかる、それがあまりにも高いというような話がございます。そういう実態も調査していきながら、適切な値段で利用ができる施設、ありがとうございます、お客様ご支援ありがとうございます。そういった施設を充実していく。そして今地域によっては一人でお住まいの老人の方がいっぱいいらっしゃいます。おじいちゃんが一人で、おばあちゃんが一人で生活をしている、そういったおじいちゃんおばあちゃんを地域でしっかり届ける。常日頃の状況、これは地域にそのために区長さんがいるんです。その区長さんを中心として情報提供をいただき、そして民間の専門会社にそのことを預けていく、しっかりとケアをしていく、そういったお年寄りのサービス、高齢者に対するサービスをしっかり行っていく、このことも合わせて申し上げたいというふうに思います。さて皆さん、名護といえば、私は平成10年に市会議員に当選させていただきました。平成11年に普天間飛行場の名護への移設、辺野古への移設の問題が出てきました。ありがとうございます。その時の岸本立夫元市長が条件を付して辺野古へ受け入れたんです。辺野古区民の協力も得ながら辺野古への移設を決断した、その時の岸本元市長の言葉、ありがとうございます。全国どこに
ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。全国にこの普天間飛行場の受け入れをお願いしたと。お願いしたんだけど、どこも耳を傾けてくれない。いざとなるとみんなできない、できない。そういう現実を直視し、どこも受け入れない、そういう中において、この辺の子に移しざるを得ない、危険な普天間を、ありがとうございます。一日も早く移さなければならないという決断のもとに、平成11年の12月に受け入れ表明をしたんです。その今日の受け入れ表明に対し、小口武豊は指示をしました。その遺跡に対して容認をしたんです。その後、鳩山政権が平成21年に誕生しました。そして、最低でも県外という話をしたんです。ありがとうございます。そうすると、市民、県民は、一国の総理が、県外、国外への移設を明言している、そういう中において、それは県外国外へ移設ができるもんだと思って、それを支持し、その意見に賛同した。しかしながら、わずかの期間でまた、学べば学ぶほど、他に移すところがない、普天間の移設は辺野古にしかないということで戻ってきたんです。そして、そのことが、進んでいき、いざ辺野古の工事を始めるための埋め立て、この埋め立て承認を全知事が行いました。そして工事が始まり、工事が始まったところで現在の小長県知事が、ありがとうございます、この埋め立て承認は違法だということで裁判をかけた。その裁判が高裁、最高裁まで行き、埋め立て承認に瑕疵がなかったということで、今の小長県知事が敗訴したんです。負けたんです。そして工事がまた再開され、 今日に至っているわけでございますが、また県が国を相手取り訴訟を今行っております。このことはこれからも知事が承認の撤回までやるということも言っております。ですから、この問題は今司法の場に預けられてるんです。ありがとうございます。どうも上級もありがとうございます。小口武豊は今回6万2000名の代表として市長に立候補してるんです。市長に私を支持してくれる方、普天間の移設を早めに進めてくれという人、普天間の移設についてはしっかりと協議して政治決着してくれという人、ありがとうございます。いやいや移設については反対だという人、そういう人たちが今私を支持してくれてるんです。結果的に行政の長は法と条例に従う以外にないんです。それを超えたことはできないんです。だから私戸口武豊はこの今裁判になっている係争中の案件については、その行方をしっかり見届ける、注視をする、そういう立場にあるんです。そのことを皆さんご理解いただきたい。さらにはこの移設問題は移設問題として、我々がサンクラブを抱えている、危機を抱えている自治体であります。ありがとうございます。危機から発生するいろんな問題に向き合っていかなければならないんです。この問題、今いろいろと不時着とか起きている、
そういったことはやはりあってはならないことであり、住民の不安を助長する話であり、このことについては強く抗議をしていかなければならないんです。その基地問題と我々の地域の発展、ありがとうございます、地域の発展のための予算の獲得はまた別なんです。ありがとうございます。ですから今昨日も一昨日東京から小泉進次郎代議士が私の応援に見えております。明日の総決起大会、明日の打ち上げ式、ありがとうございます、打ち上げ式にもまたお見えになると、ありがとうございます、小泉進次郎さんがお見えになると、ありがとうございます、いう情報が入っております。こういう東京からの応援は応援として受けるんです。彼も言っていたじゃないですか、この前の大会の時に、これからは国と対峙をするんじゃないですよ、対話、協調を重ねていく、対話をしていく、協議をしていく、そのことが今求められてるんです。ですから市民の幸せ、そして市民の暮らしの向上、名護市を住みやすくする環境づくり、ありがとうございます。そういうためにはしっかり予算を獲得する、予算交渉を行う、このことについて私はこれまで稲嶺市長がやってこなかった、地域の自治体の組長がやるべきことをやってこなかった、ありがとうございます。このことは当たり前のことですが、しっかりと予算要求は自ら行いたいというふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に今ここで演説をしている間にも、ありがとうございます、市民の皆さんから大変熱いご支援をいただいております。この名護市を変えてくれ、もうこれ以上我慢できない、これまでは今の市長を支持してきた、しかしもうこれ以上はできないという声が大きく大きく広がっています。その声に怒ることなく、明日まであと1日間私の政策を強く訴えていきながら、この名護市をもっと前向きに明るく、そして子どもたちに夢と希望の与えるような子育て支援、それをしっかりやっていく戸口武豊に、市民の皆さんのご支持ご支援をよろしくお願いを申し上げまして、街頭からの訴えといたします。お手を振ってのご支援ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。戸口武豊市長には、戸口武豊皆様の代表として市政壇上へ押し上げてください。